はい、大津彩香さんのネタをいこうかなと思うんですが、はい、ですね、はい、まあ、とある YouTube チャンネルの動画を見てたんですよ、はい、大津さんのことを言ってる、うん、それでめっちゃ共感できるなということを言ってたので、はい、なるほど。で、大津さんっていうのは、なるほど、まだ何も言ってないでしょうか待ってたでしょ、うん、いや来るとは思えたそこでなるほどが来るとは思ってなかったいやもう最初かなと思って、はい、まあかましとかんなの、何やったか忘れたよ、はい、あれがセットですまあほんまに忘れんにゃっちゃうよお前何やったっけ。あ、そんで、うん、まあ、とある YouTube チャンネルで大津さんのネタをやってて、うん、それでそこで言っておられたのが、うん、大津さんってさ、うん、離婚届に判子を押さない人みたいな、うん、びっくりしたどういうこと、今結婚されてるんですかっていう、じゃあそう、じゃあ例えですね、物の例え、びっくりした、立花隆という人物と結婚してるとして、うんうんうん、でもう立花さんには見限られてんのにもう離婚届反抗してくれや言われてんのに、もう全然もう押さないもん私みたいな、そんな感じって言ってた。ああ、私が知ってるなんか似たような話に似てる。じゃあ俺もそう思うってよ多分同じこと思ってると思うんだけど、あれやろ、あれでしょ、弟子が言ってんのはあれでしょ、あれ一部の八角部屋登録者が好きなあの話のこと言ってるんでしょ、あの話だからさやけ俺の付き合ってたやばい元カノの話やんけそれと一緒やねん、別れてくれ言ってんのに別れへんもんみたいなまたその理由がすごいんですよねだって別れたら師匠が喜ぶもんとか言って、だから別れへんみたいな、そんな感じ、俺への嫌がらせだけのためにお前は別れるのを拒んでるのかみたいな、結婚もしてないのにさ、しかもさ、ただ付き合ってるだけやのにさ、もう俺は付き合いたくない言うてんのにさ、俺がそう別れたら俺が喜ぶから、もういつまでたっても付きまとうみたいなさ、うんうん、女の子がいたんですわ、うん、やばい元カノシリーズって言うんですけど、ね、シリーズであるのでぜひシリーズであるんですけど、はあ、まさにそれやなってことを言って何回聞いても笑う弟子知ってるのに私が別れたら師匠喜ぶやんって、なんじゃそれ、だから俺が喜ぶんやったら俺の喜ぶことしてくれやと思うよねほんま相手の喜ぶことをしていただけませんかねなんで俺が喜んだらダメなんですか意味が分かんないんですけど、でそのあなたと別れたら俺が喜ぶようにそういう状況にしたのはあなたでしょという何でも人のせいかいと思ってほんまにそうじゃない、だから別れたら喜ぶような状態にしたくせに何を言ってんねんとお前そのだからその別れたら俺が悲しむような状態にすればよかっただけの話なのに、なそれはお前の行動次第やのに何を言ってんやと思ってさ、まさにさそれを思い、その人のさ、ミルコ先生祭り、そのお前は何を言ってるんだ祭りやけどな。で、だからその YouTube で言ってたのがさ、はいはい、もう同じやなと思って。まさにそれを思い出してさ、もう立花さんがもう離婚してや言われたのに、もう反抗したら、あなたが喜ぶでしょみたいな感じでも反抗さない。だからそれが代表権返してくれや言ってんのに、代表権返したらあなたが喜ぶでしょみたいな感じで、もう一でも返さんみたいな。で、こんなことになってるという。で、自分が大ピンチに陥っているというね。もうそれ、もう、立花隆に代表権返したら、立花が喜ぶもんだから返さへんもんっていうのは、もうここまで来てしまったわけ。犯罪に怒らして。返す言うたろやろまで来て。もう、それこそ逮捕されんのちゃうかっていうとこまで来てしまったわけよ。まさにさ。やばい元カノやな、頭にほんまそれだから、やばい元カノやねん
大津さんはやばい元カノやってんだからそんなおもろいんけ。いや、犯罪人とのコンボ、コンボはやばいって。コンボ、それで、それでさ、あの前にさ言ってたやんけ、あの、はいはい、言ってたやん、なんで大津さんが立花さんを憎むようになったか、そこまで憎むようになったかっていう、もっともっとまだいろいろあるで。その3月29日329会館で、まあ、吊るし上げられたとかさあるけど、そのあとある、コメントをくれた人がさ、うん、とある視聴者さんかな、あコメントくれてさ、もっとほんまのほんま、そう329とかいろいろあるんですけど、本当の本当の根源は、まあ、一番最初の、だから大津さんが代表ですっていう会見で、立花さん出てた時に、記者に、大津さん美人ですねって言って、立花さんの彼女ですかって記者に聞かれた時に、いや、僕はタイプじゃないんで、つって言ったとこから始まってんちゃうかっていう指摘があったんやけど、実は、この前、立花さんと対談したやん。うん。まあ、今後動画として出てくると思うんだけど、それ言ってたのよ、同じこと、立花さんも。もうそれは、それが始まりちゃうかなって言ってさ、やっぱそうっすかって、立花さんもそう思いますかって言ってさ、だからそのコメントくれた人だけじゃなくて、立花さん本人がさ、はい、そう言ってたからさ、まさにあれですかね、なんだろう、もう見てわかるように態度が変わったのかな、なんか、まあ詳しくは動画見てほしいんやけどさ、うん、うん、出てくるわそのうち、その話は。じゃあ、いや、コメントくださった方かなりの段持ち、かなりの師範代師範ぐらいじゃない。あーすごい、ほんまに家元に近い、家元に次ぐぐらいの後継者かな、もう後継者じゃないぐらい、だから的確やったんちゃう、でも、うん、橘さん自身が言ってたからね、うん、もう信憑性高いよね、うんうん、だからやっぱりそうなんやと、まさにだからそのね、その離婚届に判子を押さない状態っていうのも分からない、もうそれをなんで私に惚れへんのかなみたいな、なんで私のこと好きにならへんのか、もう世の中の男はみんな私のこと好きになるんじゃないのっつって、谷間見せたらみんな好きになるんちゃうのとかさ、そんな感じで思ってるからさ、それでななってんちゃう、あめっちゃ納得してたっていう感じです。どうですか弟子はこの話を聞いて。ああ確かにか、いや、かもうなんか確かにと思って、全てがつながってくるな思って、うん、維持は維持、うん、だからもう離婚届に反抗さないというのはめっちゃ的確やなって、維持でも別れたのかいみたいな、絶対楽やね、うん、代表権返した方が、離婚届反抗した方が絶対楽やね、そのさ、俺のやばい元カノにしてもさ、別れた方が絶対いいに決まってんねん、もうお互いにとってさ、もう終わってんやから、もう俺がもうストレスで死にそうになったからな、マジでな、うん、そんな感じやねんか、ほんまそこ分からへんのかな、まあ、維持だけで、で立花かだから、あの時私のことタイプじゃないっていうことをずっと、もうそこが根源にあるんやなと思った、納得できるよね逆にね、その他のことより、こう怒られたからとかさ、うん、そういうことじゃなくてさ、うん、私のこと好きにならへんから、もういつ絶対に別れてやらへんみたいな、好きにさしてやるみたいなさ、そんな感じなんじゃないと思いました。なるほど、以上です。はーい、立花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 、